はい、映画探求道とことん映画案内のジョイ小川です。さて今回紹介する映画は9月17日から公開の木村拓哉長澤まさみダブル主演映画マスカレードナイトです。原作は東野圭吾のマスカレードシリーズ第3弾にあたるマスカレードナイトで、劇場版としては第2弾。監督は前作マスカレードホテルと同じく鈴木雅之監督で、主演の木村拓哉と長澤まさみほか、小日向文世、渡部篤郎、鶴見慎吾、石橋亮、梶原善など前作からのキャストに石黒賢、田中みな実、沢村一樹、勝村政信、木村佳乃、麻生久美子、高岡早紀、博多華丸などを加えた豪華キャストで送るミステリー映画です。それでは簡単なストーリーを。練馬区のマンションの一室で女性の密室殺人が起こるが、この前にこの事件に関するファックスが警察に送られてくる。この事件が発生後、密告書と題したファックスに、この事件の犯人が12月31日にホテルコルテシア東京で開催されるカウントダウンパーティー、通称マスカレードナイトに現れると書かれていた。警視庁は以前同ホテルで潜入捜査を行った時に活躍した警視庁捜査一課の新田刑事に再び捜査協力を依頼し、新田は再びホテルのフロントマンに扮することに、と。こんな感じですね。ぶっちゃけね、事件の内容と一部新キャラが加わった以外は前作マスカレードホテルとほぼほぼ同じなんですよね。それは、キムタクが演じるぶっきらぼうな新田刑事に、長澤まさみが演じる超生真面目なホテルマン山岸、この2人のデコボココンビ、ホテルで起こる事件に関連するホテル街の事件の情報を新田に提供する小日向文世が演じる野瀬、次々と現れる容疑者となるホテルの宿泊者、そしてホテル街で起こる事件とホテルで起こりつつある大事件のリンクの具合ね。これは前作のマスカレードホテルとの共通点で、ホテルの宿泊者と事件そのものの中身の違いで大体は楽しむ、そういう感じかな。今回の事件に関わるホテルの宿泊客らは以下の5組。ホテル宿泊客その1、そのファミリー。旦那の正明は毎週月曜日に日帰りで利用する常連だけど、奥さんと息子は初めての利用者。野郎一人で毎週決まった曜日にホテルを利用というと、つまりはね、不倫なんですよね。今回はなぜかその妻と、子供との利用となると。ホテル宿泊客その2、貝塚ゆり。ズバリね、その正明の不倫相手なんだよね。大胆にもそのファミリーが泊まる日に同じく宿泊。もうこれは訳ありすぎるよね。ホテル宿泊客その3、浦部美希夫。ゴルフのキャリーバッグを持参しながらの宿泊客なんだけど、山岸はね、そのキャリーバッグを怪しむんだよね。ホテル宿泊客その4、中根みどり。旦那の健一郎と夫婦での予約なんだけど、受付にはみどりのみなんだよね。というか、以降も健一郎は見かけずに、みどりの単独行動のみ目にする。ホテル宿泊客その5、日下部敦也。フィアンセとレストランでのディナーで来るんだけど、山岸やフロントの宇治原にもう無理なんだよ、とにかくふっかけるとね。前作とは中身が違えど、次から次へと時間差バトルロイヤルのロイヤルランブル状態は、まあ前作と同じなので、感覚的に前作と同じじゃねって思っちゃうけど、今回はね、嫌な感じの新キャラが3人目立つんだよね。まずは石黒賢が演じる新フロントマンの宇治原ね。宇治原は、この1ヶ月前からコルテシア横浜からやってきたやり手のフロントマンで、フロントマンからコンシェルジュになっちゃったあの山岸とは、年明けにコルテシアロサンゼルスへの派遣の座をかけて
争う仲なんですよね。接客に厳しい山岸よりもさらに嫌な感じで厳しくて、ちょいミスをする新田の足をわざと踏みつけたり、挙句ね、新田に接客業務を剥奪したり、とにかく嫌な上司な感じでね。それでね、映画の出来とは別に何よりも驚いたのが、石黒賢の変わりぶりだよね。もうすんげえおっさんになったよね。前はどちらかというとかっこいい系だったのに、踊る大捜査線のスリメン並みのおっさんになっちゃってね。ある意味本作の最大の驚きじゃないかね。嫌なキャラ2人目は田中みな実が演じた秋山ね。この秋山は冒頭のみのキャラで本編には絡まないんだけど、もう初っ端から自画像とか人の写真がない部屋をリクエストしたら、なんとね、意外なハプニングにデスクは知っちゃったんだよね。そのハプニングは具体的には映画を見てほしいけど、これは普通ならどうにもならないハプニングで、これをなんとかしてよっていうのは割とね、無理難題なんですよね。これを山岸が起点を聞かせてクリアするというので、このオープニングのつかみのエピソードが決まりましたね。3人目は先ほども紹介したホテルの宿泊客の沢村一樹が演じる日下部で、これまた山岸や宇治原に無理なんだよ吹っかけるんだけど、日下部の場合はさらにね、超カッコつけて無理なんだよ吹っかけるんだよね。もう嫌なキャラマックス級なんだけど、まあ、そこがちょっとね、味にもなってるかな。この作品もこういうホテルの無理難題解決話は割と面白いんだよね。山岸の仕事のポリシーとして、ホテルマンに無理は禁句というのが彼女にあって、とにかく彼女はね、無理ですとは絶対言わず、要はね、この性質をうまく使った解決エピソードなんですよね。これならこれのみで構成されるなんていうのかな、スピンオフドラマができてもおかしくないんだよね。それでは点数ですが、3.85 かな。まあ無難な出来ながら、新田の刑事エピソードでも山岸のホテルマンエピソードでもスピンオフができるぐらいの、まあ、面白さを秘めてるかな。けどね、2つが合わさると無難な出来になるというね、不思議な映画なんですよね。まあ、ヒーローとコンフィデンスマン JP を足してグランドホテルで割ったら困難できましたけど、パート2かな。ということで今回は以上。